このクーラーですね、1ヶ月ぐらい使いましたかね。いつもこうやってしっかり貯めるのを奥さんが作ってくれました。可愛いですよね。全てしてます。ちなみに都内の気温は35度でございます。はい、どうも、はじめました、キンキャンマイルムです。お久しぶりです。暑い日が続いておりますね。私ですね、このキンキャンの中をですね、クーラーをサイコカスタムとして導入しまして、やっておりました。外気はですね、もう今めちゃくちゃ暑いと、もう東京も観測史上初だって言ってましたね。この猛暑日が2日連続6月の続くっていうのはなんですけど、その猛暑日の中、この経験の中で私過ごしておりますので、クーラー必需品ということでご覧ください。あれがクーラーですね。でここにサーキュレーターを置いて回しているという感じでやっております。そしてですね、ただいまの気温が室内32度、あ、全然涼しくならないですね。サイコカスタムですね、やっているんですけども、このクーラーではちょっと猛暑日乗り越えられません。何回かこの中で熱中症になって死にそうになりました。というのもですね、原因がはっきりしてます。こちらです、 iMac Pro 新しくですね、編集とかどうしてもするので、iMac の Pro をですね、前あった27日から入れ替えたんですね。そしたらこいつ処理速度めちゃくちゃ速いんですけど、発熱も尋常じゃないんです。クーラーで冷やすよりもこの iMac Pro で熱くなる方がはるかにパワーがすごいということでですね、あまり言いたくないですが失敗です。ということでですね、私これ失敗だからといってこの経験の中で過ごすのを諦めるわけにはいきません。ということで新しく新商品を購入いたしました。もう中途半端ではダメだということでがっちり買いました。それはこちらでございます。バーン、クソでかいアイリスオーヤマポータブルクーラーです。IPP2221G というモデルですね。スタイリッシュモデルと言われてるやつなんですけど、なんとですね、サイコカスタムのクーラーよりも安い4万円しない値段です。これがですね、いろいろ種類があったんですけど、ポータブルクーラーってやっぱ10万超えますよね、だいたいね、高いんですけど、これとりあえず安いと、今から開封したいと思います。これで涼しくならなかったら景気の中で過ごすのは諦めます。はい、まずはこのリモコンと電池、そしてその説明書でございます。結構太い。ここは窓枠、窓枠パネルですね。お、こう網戸がついてる虫除けのなってますね。あ、これがあれですね、この本体に接続するアタッチメント。ババーン、これです。新たに購入したやつですね。これですね、無理やり置いて試してみたいと思います。この新しかったクーラーの方を分解してみたいと思いますっていうのも、ここがまあ吹き出し口で、
で、こっちが吸気口側面ですね。上下になんかなってまして、こっちフィンついてますよね。で、これ背面なんですけど、これってどういう風に吸気が分かれてるかっていう構造を知りたくて、ちょっと今から分解してみたいと思います。さあ、汗ダクダクですが、ちょっと内部構造を見て改造しました。うまくいくか分かんないですけど、こちらです。この上半分、こちらは内気を入れる、ここからこの側面にかけては中の車内の空気、冷たい空気を取り込んでさらに冷たくして出す。そして下の部分なんですけど、ここが外気を取り込んで熱風にしてここから出すというシステムだったのですね。こういう風な感じから取り込むので、分け方を考えてですね、後ろご覧ください。ダクトを2つつけました。これはもともとついてたやつですね、アタッチメント、ウィンドウ用のやつなんですけど、それをですね、これはそもそもつけれるやつで、これは、外付け用のやつですね、こっちにつけました。これアロンアルファでつけて、ここだけちょっとネジが来たらネジ止めして、で、ここの空気をどうやって止めるかと言いますと、これなんですけど、わかります？裏からガムテで止めちゃいました。そうすることによって外気を取り込むのはここだけですね。こっち塞いちゃうんで、で、内気を取り込むのはここから取り込むということは変わらず、これとこれを車外に出せば OK という妄想です。さあ、このデカウトを設置したいと思います。ここに置くんですけど、これバンビーノフラットになるんですけど、背もたれが、まあとはいえ完璧なフラットじゃないんですね。ちょっと斜めってる状態です。で、この上に置いちゃうとビニールがさすがに破れちゃいそうなので、これはですね、100均で買ったあのテーブルの足を取って、もう使ってないんで、まあ、この板をちょっと置いて水平にちょっとしてですね、やってみると、ただこれがめちゃくちゃ重いんですね。さあ、設置してみました。つってもただ置いただけなんですけど、どうでしょう、こんな形でですね、助手席をバンビーノこうフラットに、まあフラットじゃないですけどなるので、置いてそこに置いてるという感じですね。中から見てみると、どうです、シンデレラフィットと言っていいんでしょうか。存在感が半端ないですけど、という感じになっております。ということで、今給排気をバッチリセパレートしてみました。暑いです。これでうまくいけばいいんですけど、外から見てみましょうか。こういうことですね、側面のここ、これも外気を取り込む、で、これは室内のやつを取り込むっていう、この2つの窓口のこっちを塞いで、もう外気に関してはこの背面からだけ吸い込むという仕様に変えてます。そしてただいまの気温はこちら 37.7 度、これも死ぬレベルですね。ここからですね、これでどれぐらい冷えるのかというのをやってみたいと思います。それではいきます。スイッチオン。びっくりした。
風量マックスで見ていきたいと思います。ここからはタイムラプスにします。さあ、というわけでいろいろ検証していきました。ちょっと音今バーッとうるさいかと思うんですけど、それはですね、このクーラーですねの音がですね、まあ音します。で、いろいろ検証しましたが、やっぱり温度は圧倒的に下がります。しかも風量がすごいので短時間で落ちます。使ってみて分かったことは、いい点はですね、コスパ的に非常にいいです。とりあえずお値段がお安くて、なおかつ効果はバッチリ期待できます。ものすごく涼しいですし、多分真夏の中でも全然これ大丈夫だと思います。でただですね、ここからは悪い点なんですけど、とにかくですね、設置場所ですね、何回も見たと思うんですけど、このような感じですね、存在感バッチリで、バンビーナ助手席がこういう風に倒れるので、ここに置いとくこともできますけど、助手席が倒れない車種の方はちょっと設置場所を考えなきゃいけないなっていう、エントランス入ってすぐのところに棚がある、バロックみたいなやつとか、ああいうのはその棚のところにちょうど置けばここ止まるかなっていう部分が、ちょっと難点かなと。置き場の問題で、僕は常設を考えてないので正直これでもいいんですけど、やっぱ常設するってなるとちょっとやっぱきついものはあると思います。で、あと消費電力はやっぱりなかなかあります。線使うので、フルフルずっと線回って使ってるわけではないんですけど、電源サイトとか電源があるところじゃないと、使うのは、ポータブル電源で動かすっていうのはなかなか起動はするんですけど、現実的ではないから、そんな長持ちしないです、ポータブルバッテリー自体が。あとはドレンの水ですね。今ドレンの水、僕こういう感じでペットボトルに溜めるスタイルにしてるんですけど、割とすぐいっぱいになります。こんなに空気中に水あるんだっていうぐらいドレンの水がすぐいっぱいになるので、気をつけとかないといけないなと。バケツとかに変えちゃってもいいかなと思います。一番大きいのは設置ですかね。僕は基本普段使いこの軽キャンバンビーノでもするので、車どっか行くときはもちろん下ろすことになるんですけど、そのまま乗せといても構わないんですけど、下ろして移動するとなると、当然乗せる作業があるんですけど、なんて言ったってこれ20キロぐらいあるので、ちょっと女性はきついかなと。何か常設する場所を考えた方がいいかなと思います。といった形でですね、前サイコカスタムでクーラーを設置して、怪しげ大陸からちょっとやって取り寄せたクーラー設置したんですけど、ちょっとあれはお役御免ということで、どうしようかな、誰かいります、いらないと思いますけど。で、今回のこのクーラーに関してはもうこれさえあれば夏は全然大丈夫、越せそうだなと思ってます。分解してちょっとセパレート、分解はしちゃダメですよ、しない方がいいと思いますけど、きっちりセパレートされてる構造だったので、といった感じでですね、2022軽キャンマイルームの夏、これで過ごしていきたいと思います。ちょっとこれから忙しくてですね、なかなか動画も上げられないかもしれないですけど、ぜひよろしければ引き続きこのまま見といていただけると嬉しいなと思います。それではまた。